大将のギャンブル人生男道。前走ね、マリーンステークス組が大概来ております。まあ今回もね、1、2、3着が、まあ4着とか6着も来てるんですけど、出てるんですけど、まあ基本この3頭から行けば普通に取れるんじゃないかなと思っております。6番関譜、今回の方が展開は向きそうで、12番ルコールセールと、まあこの3頭からね、ちょっと流していきたいなと思っております。まあサムネにもあるようにね、オーソリティルメールということでね、びっくりですよね。ジャパンカップ2着馬、シーマクラシック3着馬、G2 3勝馬ですよ。普通出てきますここ。8番ロッシュローブ。もう馬場が渋ったらこれだと思います。8番。主の鬼。もう千七も鬼でございます。ね、マリンステークス叩いて、ここを目標でしょう。ダートの主3000ということでね。まあ渋ったらこれでしょうね。はい、見事ね、関譜差し切ってくれましたね。やっぱり、マリンステークスの時より展開が向きました。前が早かったですね。ペプチド崩れましたね。はい、ロッシュローブ頑張ってくれました。10番人気穴でね、推奨してたと思うんですけどね、3着4着逆やったらだいぶ配当は安かったんじゃないかなと思います。本当頑張ってくれましたね。まあ関譜、まあ、差し競馬になったんでね、まあ、こういう組み合わせかなと、思っております。3連単20万やりました。ありがとうございます。3連服もね、3万円ついたんでね、なかなか美味しかったんじゃないかなと思います。3着にやっぱ10番人気が来ればね、3連系はやっぱり跳ねますよね。まあマルチで良かったかなと思っております。こちらですね、まあ6からの7と、ありがとうロッシュローブ関譜中ところですかね。まあババが渋ってくれたんで、まあちょっと展開が向いてくれたかなという感じですね。ありがとうございました。また来週も頑張ります。